皆様、これらはレオナルド・ダ・ヴィンチが考案し描いた作品です。この作品の機械が何だかお分かりになりますか？ロープを巻きつけ、重いものを持ち上げる、そう、ウインチです。ウィンチが文献に現れた最古の例として、古代ギリシャの歴史家であるヘロドトスが残したペルシア戦争についての歴史書、歴史があります。歴史という書物の中に、紀元前480年ペルシア戦争時において、ヘレスポントス海峡に橋を架ける際に、数百の並べた船を固定するためのつなぐ綱を引き締めるために、木製のウィンチが使われたと書き残されている。そして現在、ウィンチはここ南極大陸の調査においても大きな役割を担っています。それがこの表層深層掘削装置です。この装置はワイヤロープの先についたドリルによって円柱形の表層コアを採取し、その表層を引き上げるための機械です。採集した数十万年前の表層から当時の地球環境を知ることができるのです。この困難を極める装置を考案し開発したのが、日本のウィンチメーカーマックスプル工業なのです。表層深層掘削装置の開発と人知を超えたその偉業は、夢と情熱と、そして努力から生み出されているのです。皆様こんにちは。情熱企業マックスプル工業の歴史と業績、そして新製品のご紹介をいたしたいと思います。何卒最後までご視聴のほどお願い申し上げます。私、本映像をご紹介いたします、キャスターの秋武史です。どうぞよろしくお願いいたします。マックスプル工業株式会社の創業は1977年。創業以来、ウインチ製造のスペシャリストとして、性能品質、安全性、耐久性、コンパクト化を追求し、多彩なウインチを製作してまいりました。独創的なアイデアと緻密な設計、厳選された材質と職人にも似たこだわりの技術、豊富な経験と高度な技術をベースに開発されたマックスプル工業の各種ウインチは、現在に至るまで幅広い分野に活動範囲を広げています。このような数多くの業績と賞賛は、より一層の会社の技術力、信頼力、品質力を知らしめます。突然ですが、ここで問題です。この後にとある風景写真が表示されます。その写真の中にウインチが使われているものや施設があります。皆さん、どこか分かりますか？はい、正解はここと、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 ここです。本当にいろいろな場所に使われていますね。皆さんもきっとどこかで見たことがあるはずです。では、マックスプルのウインチが活躍するさまざまな現場を、ウインチならではの利点とともにご紹介してまいります。
ウインチはワイヤロープを使用するので、動かすものの近くにいる必要がありません。離れた場所から安全に作業ができます。ウインチは天井の低い現場、またその逆の天井の高い現場など、お客様の状況にストロークを自由に調節できます。複数のワイヤロープを牽引できるウインチで、長尺の物体でも一人で平行に昇降することが可能になります。ウインチは物の昇降だけではなく、重量物を牽引したり往復の牽引にも力を発揮します。南極をはじめ不可能とされてきたクリーンルーム内での作業、人が入れない場所での遠隔操作等、特殊な環境で使用できるウインチも開発してきました。ご紹介したこれらすべてにマックスプルのウインチが使われています。スタンダード商品はもちろん、お客様ごとの作業チャートや現場環境に最も適した特殊ウインチのご提案が可能。何か物を動かしたいという案件が発生しましたら、ぜひマックスプルにご相談ください。マックスプルは御社のために世界に一つだけのウインチを作ります。次はマックスプル技術の結晶である新製品のご紹介です。マックスプル工業は他メーカーのように荷役工具全般を扱うことはあえてせず、ウインチのみを扱うスペシャリストメーカーの道を歩んでまいりました。おかげさまで手動電動を含めた国内のウインチシェアは 70% を占め、またマックスプルというブランド名も幅広く市場に浸透してきました。ここステージ3ではマックスプルの新製品をご紹介します。開閉フレームによってドラム掛けがより簡単に、ワイヤロープの途中からでも巻き付けが可能、先端などの加工がいりません。また市販の更新ワイヤロープが使用できます。2つのドラムに刻まれたワイヤロープの溝は最適な摩擦係数から設計されており、乱巻きがなく、ワイヤロープの摩耗にも的確に対応します。ドラムごとに2個1組のワイヤー押さえローラが設置されていますので、ワイヤーロープの緩みを確実に防止します。使用目的に応じた各方向の往復牽引、片道牽引が可能です。小型軽量のため様々な場所でお使いいただけます。 EME シリーズはアルミニウムインゴット台車の往復牽引、大阪市ごみ再利用カーゴ搬出機、ドーム球場屋根の開閉など重量物の往復牽引に最適です。六本木ヒルズアリーナの大型テント屋根の開閉には風速計、雨センサーと連動して完全自動制御された EME1300 型が数十機採用されています。 EME シリーズはより身近な牽引作業を大きく効率化します。門の開閉、アーケードの開閉、ゴルフ練習場ネットの昇降、懸垂幕の昇降等がより迅速に行えます。 EME シリーズは 0.4kW モーターを採用した EME400 型、 0.75kW モーターを採用した EME700 型、
1.5 キロワットモーターを採用した EME1300 型と、お客様が必要とされる引張力に合わせ選択ができるように3機種のラインナップが用意されています。次にご紹介するのは新製品の ME シリーズです。 ME シリーズは手動ウインチでは世界初の溝付きダブルドラムを採用した画期的なウインチです。これは先ほどご紹介した電動ウインチ EME シリーズで培った技術ノウハウが惜しみなく注ぎ込まれ製品化されています。それでは世界初の画期的な手動往復牽引ウインチ ME シリーズの特徴をご紹介していきましょう。やはり最初にご紹介すべきは世界で初めて手動ウインチに採用された溝付きダブルドラムでしょう。2つのドラムには最適な摩擦係数から設計された数本の特殊ワイヤ溝が刻まれています。その溝は独立した平行な溝のためワイヤロープ同士は接触しない構造になっていますので、一般的なキャプスタンドラムのようにワイヤロープ同士が接触してワイヤを傷めることもありません。加えて強力なワイヤロープグリップ力を発揮します。 ME の優れた特徴2つ目は、今まででは高価なオプションであったり一般的なキャプスタンドラムでは取り付けが不可能であったワイヤー抑えローラーが標準で2ローラーも採用されています。このローラーは横引き牽引時に必ず発生するワイヤーロープのテンション抜けやワイヤーロープの自然伸びでウインチの駆動力が伝わらないという現象を一挙に解消いたします。ワイヤーロープのウインチの駆動力を確実に伝達できるんです。 ME の優れた特徴3つ目は、 EME 同様に簡単に短時間でワイヤーロープをウインチにセットできることです。ドラム軸受け支持板が脱着式になっていますので、ワイヤーロープのどの部分からでも簡単にドラムに巻きつけることが可能なのです。ME の優れた特徴4つ目は、ブレーキを2種類ご用意していることです。特にラッチブレーキ式は右方向左方向の張力に対しても確実にブレーキ力を発揮します。台車の往復牽引作業など最良のブレーキシステムです。 ME の5の L など末尾に L をつけてご用命ください。もう一種類のブレーキはメカニカルブレーキ式です。こちらは長年マックスプルが開発進化させてきた自動ブレーキシステムで、一方方向に強力なブレーキ力を発揮します。物体を昇降させかつ下ろす方向にも張力を発揮させたい現場には最適なウインチです。 ME の5の B など末尾に B をつけてご用命ください。 ME シリーズはお客様が必要とされる引張力に合わせ選択できるように500キログラムと1000キログラムの2種類のラインナップが用意されています。例として1000キログラムの引張力でラッチ式ブレーキをご選択いただいた場合は ME の10の L 型となります。本日はマックスプル工業と各製品についてご紹介してまいりました。小さくても大きな力、まさに小さな巨人が日本を引っ張っていると感じますね。